はい、皆さんこんにちは、ちゅうでございます。PC88 版ですね、ブラックオニキス、まあ、SR 版ですね、ブラックオニキスパート、これ57やっていきたいと思いますね。もうなかなかね、わかりません。あ、ここ入れないんだね。ちょっとね、若干進みますよ。もうかなりいろいろおろちょしてるんで、ウィキを見たらね、あれだったんです。S88 版と X1 版はカラーコードだよって書いてたんでね、あ、それだったらと思ったんですけど、よくよく考えて SR 版なんですよね。で、SR 版はオープニングにヒントがあるよって書かれてたので、あ、そうなのと。オープニングにヒントがあるんだったらってことで、オープニング見てたんですけど、さっぱり分かんなくて、まあデモ始まったらひょっとしたらよかったのかなって思っちゃったりもしたんですけども、あれ、私今何色から来たのかな、あ、分かんなくなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。で、紫でしょ、私は紫から黄色に入ってくんだから、あ、ここね、このジグザグだね。なかなかね、88のヒントが出てる感じがなくてですね、自力で解けないもんねって困ってるところでね、ちょっとひょっとしたらこれでいけるかもしれないっていうのがね、あったんでね。これだね。あ、そう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 。で、これで登るでしょ。で、下るでしょ。まあ、紫から始まりますけど、関係ないと。でね、まずとりあえず青ですね。青に行かないといけないので、こう、こう、こうだね。もうゴーストも全然怖くないですよ。まあ、怖いのはグッドショットですね、敵からのね、通行の一撃が怖いぐらいで。で、これ入ったら青でしょ。で、青に入って、はい、はいと。はい、青に入って、で、次が紫なんですよね。これ、ドンついて、紫、あ、ここか。ああ、リセットしちゃったからね、デモ見るためにね。固定の敵が出てくるんですよね。で、これ左曲がって、で、手前ですね。ここですね。ここを左ですね。で、紫に行きなさいよと。で、左に行きますね。あらら、はい。はいと。で、紫に行ったら、今度黄色に行きなさいよと。あ、私やられちゃったね、今ね。ダメージ食らっちゃったね。紫に行って、紫に行ったら、はい。あ、あっちに黄色ね。またこの辺に出てくるんでしょうね。戦闘に入って一気にね、私ね、記憶が揮発しちゃうんでね。あ、なんとか覚えそう。よいしょ。で、これだね、右だね。で、黄色かな。で、黄色に入ります。で、次は白に行くんですよね。白、あー、はい、遠くね。グッドバイ。で、こう行ってジグザグになるんだよね、紫から来たから。もうほんと、この途中で出られるとね、ほんと記憶がね、飛んじゃうの。で、次、白ですね。まあ、次逃げてくれるんだよね。2ターン目には逃げてくれるんで。で、ドンつくでしょ。で、これ右か。で、白に入るでしょ。次、赤ね。赤は遠いなあ、あそこか。で、こう行ってこう行ってこうね、こう行って、これそのまま行っちゃうと緑になっちゃうんで、ここか。で、これか。で、赤で赤入りますね。あれ、分かったぞ。こう行って右向いてここ入って、え、こう行ってこう行ってこう行ってこう、あ、これだ。あ、
ワープってこういう意味だったのか。迂回できるんだこれ。はあ。でここだね。で次緑。あー、ビーポーが鳴った。やらしいなこれ。あー、もういけるわ。実はですね、さっきのパート終わった後にね、そのデモ見に行くというんでね、リセット入れたんですよ。でリセット入れてデモ見て帰ってきてロードね、し直したらね、なんとそのダンジョンの中から始まったんですね。まあちょっとね、強化人間してるんでね、強化人間の方に一緒にやっちゃってるんでね、行くないのかもしれないんですけど、もうね、さっぱりわけわからなくて、なんかうろちょろするうちに外に出ることができました。出ていいのかどうかわからないんですけどね、まあ、そんなこんなで今に至っております。私は赤から入ってきたので、はい、で、あ、ここだね。で黒に行かないといけないんで、どんつきまで行くんだね、とりあえず。とりあえずセーブしておこうかって、セーブしてもダメなんだろうねきっとね。っていうのはなぜかというと、ロードしたらまたやり直しになるんだよねきっとね。だもんで、じゃあセーブはしませんと。はい、また来たのね。グッドショットね、一体何本当たってるんでしょうね、グッドショットでね。いや大変だわ本当に。舐めてました私。いや違うね、これこっちだね。でこういってこうだね。入った、入りましたね、正式に入りましたね。まあ正式っていうかカンニングしてるんですけど、ただ私はこれに入ったらどうなのかが分かんない。なんだろう、すみませんね、今ねちょっとカンニングしてるんですけど、言ってる意味が分かんないんですよねこれ。全然どういう意味なんでしょう。入ってこれそのまま出ちゃうとまずいんだろうね。入ってこれ出ちゃうとまずいんだろうね。はあ、ここもう入ってる人いいんだね。私一番の絵かなと思ったんだけど、はい、今のところ敵は変わってないですね。あー、ここでセーブしていいのかどうかもちょっと分かんないんですけど、していいのかな。でここ進めない。わー、トロールね。これ次のパートまで行っちゃうかな。出ちゃった。あ、よかった、入れんだ。あ、一回条件整うと入れんだね。これだ、こっちはいけない。あ、紫ね。あ、もうブラックタワー入れるんだわ。なるほど。まあちょっとおろちょろしましょうか。よいしょ、上に行ける階段があります。上、はあ、どこ、これどこなんでしょう。は、これブラックタワーの2階ってやつ。え、なんか違う気がする、なんか違う気がするね。いりません、なんかやばい気がする。下に行ける階段でしょう。これがブラックタワーなのか。え、またやり直し、私。あー、やり直しっぽいな。これの中に借りてきましたもんね、私ね。いやー、これなのか、ブラックタワーって。もう下行けない。ね。あー、参ったな。さあ、じゃあもう一度降りてみますか。もう取ったからいいのかな。あ、それともあれなのかな。
もう一回やり直しなのかい。つらいなあ。ああ、もうこの敵さんがね、非常に鬱陶しいです。出てくるときが落としいね。はあ、上に行っちゃダメなのかい。その辺がさっぱりね、わかんないんで。ああ、戻ってきてる、完全戻ってきてる。はあ、ではここ行ってこうだね。でもう一回下、これブラックタワー行けないのかな。ちょっとごめんなさいね、カンニングしますよ。またいけなさそうな、もうダメ元ですけどね。右行って、下行ってこう行って、これかい。あ、これだね。あ、入れる、よかったよかったんですけど、このフロアがちょっとわかんないね。上に行ける階段、これ上に行っちゃダメなんだよね多分ね。これどこなんだろう。下行、緑になったちょっと待ってね。でも意味がわかんない、意味がわかんないね。これは、ああ、お、紫。いい。お、およよ、これは完全に違うね。壁の色はと言われてないんで。なんだろう。あ、赤になった。いやー、これでもブラックタワーで間違いないですよね。いやー、あ、これ青に入ったらダメなんですよね。またブラックタワー入らないと。上に行ける階段はもういいね。いえ、なんだろう。いやー、これ前のパーティーだったら本当無理だわ。ここの地図が逆に欲しいな。この上に行っちゃダメなんだよね。いやー、これ本当ちょっと大変。じゃあね、ちょっと早いですけどね。もうちょっと情報収集していきます。フィッシャー88のブラックオニックスですね。パート56じゃなくて57ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。